はい、ということで皆さん、こんにちは、ベイスターです。ということで今回は、坂本雄也選手、使ってみた。いやー、この坂本選手ね、今ね、先発の一角がちょっとね、前まで斉藤明夫さん使ってたんですけど、めちゃくちゃボコボコに打たれるということで、ちょっと、この坂本選手にもうめっちゃ期待しております。オープン戦でも結構ね、調子が良くて、来年は S ランク出るのではないかなと思っております。で、この坂本選手の魅力はね、チェンジアップなんだよ。このチェンジアップがマジで変化量でかいから、見てればわかると思うんだけど、このチェンジアップがマジで強い。まあ、後で見ればわかります。そしてコントロールはちょっと A ランクなんでつけてないんですけど、早速ね、試していけたらなと思っております。ちなみに9位制球統治です。全統治もいけます。では、やってまいりましょう。一戦目。いやー、相手の方ガチガチのランカーですね。お願いします。いやー。まあ、これにね、通用したら坂本選手、本物ですから、いい検証になるんではないでしょうか。さあ、1番桑原さん。外駒さん、ガチ2が、うわ。この見分けどうやってつけんねん。さあ、外。うーわー、見分けつかん。さあ、サノス。ちっちゃい方張ろう。あー、でかい方振っちゃった。いやー、お願いします。坂本さん。だってこれ、点取られたら、いやー、1回の裏しか投げれない説あんな。でもスタミナ的にはそこまでないし。さあ、この、結構曲がるチンジャップだけど、変化量マイナス1だから、こんなもんか。これでもう S ランク登場したら結構無双できる予感するんだけどな。このチェンジアップマジで曲がる。そしてスライダー。おー、抑えた抑えた。いいんじゃないこれ。A ランクのレベルで3245出るって純正の魅力だな、ここは。さあ、ですら。チェンジアップ入れ、行こっか。お今のめっちゃ曲がったね。いや、これで変化量マイナス1ってことはさ、変化量マイナス1じゃなかった時めっちゃ強いかもしんない。いい、このボール。普通の相手なら振るぞ。いい。なんかいいところ行くね。投げやすいのかわからんけど、めっちゃいいコース、いいボールばっか行くじゃん。制球めっちゃ低いのに、いいボールめっちゃ行く。さあ、タデスラ行こっか。意外と落ちない。ただー、おー降ってきた。よーし、ヤマト。さあ、もう2アウト。これを抑えて終わりましょう。終わりはしないか。おー、このチェンジアップもまあまあ効くかも。さあ、ストレート。詰まれ。あー、ボールか。さあ、チェンジアップで、泳がせる。あー、いい打たり、打たれた。まあまあまあ、まだ点取られてないね。これ無失点で押せたら本当に本物よ。さあ、いや、惜しい。来い。おー、いいボール。このチェンジアップがやっぱ生命線だな。ハデスラ、いけ。あー、ボールか。チェンジアップに頼るしかない。頼む。あー、ちょっとコントロールちょっときついかな。いや、A ランクで、これ、A ランクでこれだから、S ランク出たら、すごいことになりそうだけど、どうだろう。あ、竹内さん。いや、打たれそう。このチェンジアップ実はね、高めでも変化量が全く変わんない。で、このチェンジアップの、あー、惜しい。このチェンジアップさ、マジで S ランクだったらどうなるんだ。いや、来年マジで楽しみ。ちょっと点取られたけど。あー、高めきついか。高めでボールにしとればいいのかな。S ランク出たらなんか無双できる予感がしかしないわ。いやー、来年絶対欲しい。これは
A ランク集めておきましょう。坂本さん、坂本 VS 坂本、どっちが本物の坂本か、こっちの坂本が本物でした。ありがとうございました。お、キャッチャー石峰さん、ロバート・ローズが行こう、応援がタイム、カモン、ローズ、ビクトリー、ハスル、ボービー、ゴーゴーゴー、カモン、ローズ、ビクトリー、はい、ブーブーブー、夢を運ぶ一振り、君が刻むヒストリー、青く光、いや、いい守備守ってんな、守備中目、さあ振り抜け宮崎気迫、あ、はい、あらした。はい、ということで坂本選手使ってみたんですが、意外と抑えられましたね。まあ来年の S ランクの実数が本当に楽しみだね。いやー、55、55、52、全統治もいけるステータス、これは本当に魅力でしかないよね。ということで今日はここら辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあね。